今日はどうも、遅い時間にもかかわらずありがとうございます。監督しました井上です。ですね、この映画の立ち上がりって多分ちょうど10年前だと思うんですが、一番最初はですね、これの、企画プロデュースってクレジットされている寺脇健さんが、ゆとり教育のなんやかんやで文科省を辞めて、映画評論家と大学の先生だけになって、なんかやっぱり映画作りたいと。で、寺脇さん、ものすごくやっぱりピンク映画が好きなんで、ピンク映画を作りたい。しかも、ピンク映画で戦争映画をやって、なんか史上最低予算の戦争映画を作るんだみたいなことをずっと言ったんですよ。で、もう全部ぶっちゃけで言うと、新井さんが、なんか寺脇さんから100万ぐらい借りてて、新井さん、その100万チャラにするから、脚本書いてよっていうとこからこれ始まったんですよ。で、その時寺脇さんが言ってたのは、ちょうど山田洋次さんの河米が公開されてた頃で、河米って1900、多分、36年。41年、昭和16年直前の、杉並区なん、東京杉並区なんですけど、ああいう戦争直前の、日常の中にも、例えば中国で、人殺して女の人を犯した普通のなんか八百屋さんみたいな人がいて、そういう人が普通に暮らしてるんじゃないかと、で、そういう人が暮らすなんか長い質の話ってできないんだろうかみたいなことを多分言ってたと思うんです。で、なんかその話を僕が新井さんから聞いて、僕が新井さんに50万貸してて、じゃあ新井さん50万チャラにするから僕が監督でどうよって言ったら、意外となんかすんなり通ってしまって、こういう座組で映画が作られることになったという。で、新井さん、ちなみにですね、10年前は本当に、今も大したことないけど、10年前の僕はもっと大したことなくて、ずっと、お前、もうその脚本家だけやっててもなかなか芽が出ないから監督しろみたいなことを言ってましたけど、そんな中で、井上やってみろってなったんですが、どうしてそんなことを思ったんですか、あの時。いや、シナリオより監督の方がバカでもやれるじゃないですか。面白い 般的に。一般的に。で、ましてもともと現場のやつなんで、そっちの方が、なるほど。俺の助手でシナリオを書いてるよりも、出られるかなとは一瞬思ったんだけどね。ちょっと失なる敗したね、やっぱりね。ほど。ちょっと失敗した。いや、っていうかね、俺が取りゃよかったなという、でもその気はあんまりなかったんだな、あの頃はな。要するなんにで、ね、要するに、10年前か。そうそう、10年前で、撮影ちょ自体はっと俺が、8年前。井上自身がなんて大人じゃなかったっていうか、はしゃいじゃったっていうかさ、監督っていう名前にさ、それで絶好の原因になったさ、脚本は口出さないでくださいってね、名言を吐いてたね。その新井さん、すべてをなんかその小然のように語ってるけど、お客さん知らない人もいるからね、そういうこと。わかりました。だけどやっぱちょっと浮かれてたんだと思うんだよ。もうちょっと冷静にやればさ、監督だって言うんで、年がいもなくはしゃいじゃったのがあれだなと思うな。だって、脚本家だろうが誰だろうが、いい意見は全部採用するんだと。自分の得にするんだっていう気構えで普通取ってれば。それがなんか監督でございっていうんで、脚本家黙っててくださいって、お前、昨日までお前は何だったんだって。脚本家だみたいさ。新井さん、それは愛と希望の街のトークの時にちゃんと謝りましたよね、舞台上で。
違う、あのね、あれは1個誤解があるのは、あれ、本当にはしゃいでたんじゃないんですよ。緊張しすぎてたの、本当に。うん。で、それはちょっと、俺、本当に6年ぶりぐらいに、これの初日、土曜日の午前中見返したんですよ、トークやるから。いやいや、あの、まあ、あの時そうか、それ、これだけ緊張してる京都のスタッフの前で何か言われたら言うわな、みたいな風にはね、やっぱね、さすがにちょっと思っただけど。あんな緊張、まあ、まあ、もったいない素材だったね。だけどさ、ちょっとあれさ、一応言うけど、まあこれもうぶっちゃけ今日見たお客さん、まああの言えばこの戦時中のその空襲がない頃、空襲、それからまあ戦後ってあるわけですよ、一応ね、3つで一体いくらぐらいで使ったと思われたかと思うんですけど、これ1200万で作ってるんですよ。で、これ、新井さん、どう考えたって、新井さん、この国の空、あれ、いくらだったんですか？あれ、2億ぐらいですよね、あれ。あれ、1億だよ、失礼。あれ、1億なんだ。だけど、1億2000とか、そんなもんじゃない。ですよね、10倍ですよね。まあ、出てくる人数、そんな変わんないという、うん。で、やっぱさ、それはどうしたって、やっぱり1200でどうしようっても作らなきゃいけないみたいなことで。なんかいやだからそれもさ、あの頃俺も言ってたけども、中途半端に、うん、招致京都でできるみたいなことがさ、ちょっと中途半端だったらと思うよ、あの予算で。やっぱ最初言ってたじゃん、でっかいスチールの前でやればいいじゃないみたいに、そう大島渚みたいなの公式みたいなことで、うん、もう思いっきりチープにやろうよっていう風な、そのなんか中途半端に低予算なのにセット使えるとか、うんうんうん、それがなんかなんかあれ、そういうさ、ハリボテの前でやったらもっと画期的な映画になったんじゃないの。だけどさ、まあそれって実はエリック・ロメールが、グレースと公爵でやってるんですよ。まああれは あの完全背景ですよね、あの絵で。で当然俺はそれ見ててそれでやろうと思ったけど、それはこれ、こういうこと言うとお前お政治言ってると思われるかもしれないけど、やっぱり新井さんの本がそれをやるにしてはやっぱりはっきり言って、まあ、土曜日に見返してはしっかりした本だなと思ったけど、みんながやっぱそれを見て書き割りの前でやるのはもったいないと思ったんですよね。かといってじゃあ予算が3000とかこれ5000にはならないんですよ、うんうん、ただ新井さん今ね、もう一回見返したら結構ちゃんとやってますよ。安いといいな。本当に君はどうしてそう自画自賛の人間なのか。全然思う、全然その演出のこと。いやだからもうそれはね、そうただね、うん、あのカメラが揺れてんのがもう納得できないな。出た何なんだよ。まあそれはさ、そう真面目なことを言うとね、新井さん、まあ監督の方がバカでもできるって言うじゃん。できたんじゃない。いやできたし、新井さんもだけど、新井さんやっぱりさ、それが新井さんの加工の2人のトークの時にはついつい一言だから言ってるけど、やっぱりなかなかどれだけ、やっぱり当然さ、本で脚本でエモーションはつながってるからね、うまい役者がやったらエモーションつながって取れるけど、本当に新井さんがやってきたうまいさ、根岸さんだったり熊代さんだったり藤田敏八さんたちがするこのエモーションのつながりが一歩 10% とか 20% 上がるようなことはなかなかやっぱり誰でもはできないじゃないですか、うんうん、だからそのことの反省はもう僕はめちゃめちゃあるよ。でそれは新井さんだってちょっとはあるでしょ。だけどやっぱりいや全然あるよ、全然あるけれども、うん、今出てきた根岸、熊代、藤田、うん、ベストワン取ったことないもんね。いや出たこれだよこれ新井さん、それに記念順の自分がベストワンって言うと、そんなこと言ったら新井さん、監督賞と脚本賞じゃなかったこと、なんか腹立ってるって言ってたじゃん、自分で。それは、ね、記念順がおかしい。だって、ある時期までは、
ベストワンイコール監督賞になってて、多分そういう風になってたと思うな。うん。どっかから、そう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 、変わったんだよね。な。もう何十年もね、ベストワンイコール、作品賞を取った監督が監督賞みたいな、としか思えないぐらい、うん、ずっとそうだったよ、何十年も、うん。そうだよ。っていうか、前は一緒だったの、自動的だったの、あれ。そうだよね。うん、監督賞の投票なかったの、あれ。そうだよね。この何年か知らないうちに変わったんですよ、あれ。だから、その、なんだっけな、望月が監督賞を取ったときに、その辺ぐらいから、と思って、その時、今村さんの、LINE かなんかが1位なのに。そうか。まあ、あれ、それはあれとして、ちょっと、まあ、話にすると、その寺脇さんが最初、あれだって言ったわけじゃん、そのさっきの長屋で。それで寺脇が言ってたのは、確かその戦争の英雄みたいな人が帰ってきて、うん、帰ってきてじゃないのか、そのいやいや帰ってきたの英雄の妻みたいなものが不倫してるみたいな話か。あ、そうだった。あ、それで新井さんがその長屋でどうせなら隣で、まあ、今日の映画で村淳さんが演じた大平義雄、歴史上でいうと小平義雄が、みたいなやつが住んでるって新井さんが言ったんでしたっけ。いや、だから、いや俺は戦争が、なんか戦争好きだっていう人はあんまりいないけれども、これだけ戦争が、なくならないのは、戦争が好きな人がいるんじゃないかと。うんうん、で、お前が持ってきたのかな、その暗号。うん、そう。で、そこでだから戦争が好きな女と戦争が好きな男が出会ったらどうなるかっていうんで書き出したんだよ。なるほど。で、その戦争が好きだっていうのは小平義雄。うん。まあ、好きって変な意味でね。うん。その、まあ、それは僕がその最初にオリジナルだと思ってたんで、そのピンク映画の時は、暗号と出会ったのは、その当時の男と女のメンタリティってどうなんだろうと思って、あの辺の戦争の小説をずっと読んでた時に出会ったんですが、やっぱりその暗号のやつを読んでも当初のやっぱり小平を持ってきて、その今言った戦争の好きな女と好きな男っていうふうにやっぱ持ってくのがやっぱ最初だったんですね。やっぱりそれが新井さんのモチベーション。そうそう、それだから戦争好きっていうことで、その、加害を、要するにあの大陸で覚えてきたレイプみたいなことを帰ってきても日本人相手にやったっていうことを面白いって言っちゃいけないけれども、うん、そこだなというふうに、やっぱりやるなら加害だろうというのがあったから、なんだっけ、この世界の片隅にっていう大ヒットアニメーションがあるけれども、結局は善良な罪もない庶民がっていうことで語られるわけじゃない。それが戦争で手を失ってとか、絵を描いてた手を、と何なんだっていうさ、本当に罪がないのかと、庶民は。で、罪あると思うわけですよ。で、そこをやんないで、その被害でしか、戦争を語らないっていうことがね、慰安婦の像を持ってきただけで、ああやってトリエンナーレが壊されたりさ、加害みたいなことになると非常にこう、変に、ネトウヨみたいな人たちが過剰に反応するよね。うん、そんなことはなかったみたいにさ。うん、だけどその、戦争の被害だけ語ると、もうなんか、日本国中で見るみたいな。うん。だから案の定戦争と一人の女がね、全然お客も入んないしね、うん、反日映画だって言われてね。まあね。反日。韓国と中国で評価されたもん。そうそう、本当に。いや、意外とあれでしたよ。タイでもそんな評判悪くなかったですよ。やっぱ外国では。っていうかね、よく、この、
まあ、制作2012年、公開2013年で、海外映画祭行ってたの2013年ですけど、よく安倍政権の中でそんなもん、こんなもんが作れましたねっていうような評価ですよ、やっぱりその、やっぱりフレームがあっての、まあ、ある意味、下駄が入って、安倍政権っていう下駄が入っての評価でしたけど、そうね、いや、俺は韓国で行った。ちなみに新井さん、その、うん、あ、新井さん、チョンジュ行ってますよね、これで。うん、だからなんか向こう行くと、大丈夫なんですかみたいなことは言われる。そう。それだって日本だって外国人記者クラブでやったときしたって言われたんで。とで、まあ、新井さん、その今のね、戦争加害っていうけど、まあ、やっぱり新井さん、その30で脚本家デビューして、なかなかその戦争映画みたいなところには当たらなかったわけじゃないですか。ご自分が書いてくるっていう中で。で、それは、まあ、その戦争っていう、まあ、お金かかるっていうのもあるけど、それはやっぱりある年齢を過ぎてから、そうやって俺たち世代が戦争をちゃんとそうやって加害の側から語らなきゃみたいに思い始めたんですか、それとももう若い頃からずっとやっぱそういう意識はあったの。いや、正直に言うと、その戦争映画、まあ、コンバット見て育った世代だから、うん、戦争映画は嫌いなわけはないけど、アメリカ軍の方で見てんだよね。うん、だから日本の戦争映画見ない、ま、負けたのなんか見たくないっていう、だから、うん、いわゆる、うん、日本のその独立プロ系の反戦映画みたいなものはあんまり見てないし、笠原さんがやってきたような、仁義以降にやってた、ああいうの当時は見てなかった。うん、あ、見てなかったんだ、その大日本帝国とか203コーチとかって。もう、うん、見ません。で、笠原さんの本を作るんで一挙に見たんですよ。それで勉強したっていう、うんうん。だからその、戦争の問題を俺たちも引き継いでやっていかなきゃいけないなっていうふうに思ったのは、笠原さんと深作さんが亡くなって、うん、そういうふうには思った。ああ、なるほど。これ、もうちょっとそろそろお客さんの質問コーナーを移しますけど、大日本帝国なんて、まあ大日本帝国タイトルなこともあるけど、笠原さんは右からも左からも批判されるのが一番いい戦争映画だって言ったっていうじゃないですか。その、新井さんじゃあリアルタイムで、あれ1982年とか6年とか、81年とか2年のはずですけど、あれリアルタイムで見てたらやっぱどうだったと思うんですか、その頃の自分が。まあ、見ればちゃんと分かったと思うよ。ただタイトルに抵抗感あったからね。まあね、単純にね、そういうこと。じゃあ新井さん、その間にやっぱり戦争映画ってこれからもなんかやろうっていう感じはやっぱあるんですか。その戦争映画って言っても、まあ、我々がやろうとするのはこの膨大な予算が出るわけじゃないんで、こういう男と女の話になってくるんですけど。いや、なんか実現するかどうかわかんないけど、松村康造の、何、制作の妻、いやいや、赤い、ああ、赤い、やろうとし、なんだっけ、赤い天使、うん、のリメイクやりませんかって話があって、おお、やるやるっていう、うん、注文仕事であったの、それが。いや、あるプロデューサーが言って、まあ、どう具体的にしていくのか分かんないけど、ね、うん、それはなんかやってみたいなっていう。うん、あれは好きな映画だからね。うん、戦争とセックス、戦争とセックスでしょ。いや、同じじゃん、全く。そう。じゃあ、ちなみに新井さんが言ってた、この映画を抜きにして、このシナリオは好きなんですか、戦争と一人の女の。自分で言うのもなんですけど、いやいや、自分じゃ言えない。高橋万明がね、うん、新井が今まで書いたシナリオの中で一番いいんじゃないかと言ったというのは伝わってきたけどね。へぇ、と思ったけど。っていうか、だけど、新井さん、これはっきり言って、暗号の小説嫌いですよね、これ。そんな、そっていうか、そんな思い入れないですよね、これ。嫌い、
嫌いも好きもないよ。こういうことかと。ただなんか足んねえなっていう。うん。うん、ただあれ、両側から書いたんで割合ね、そういう意味では便利だったよね。男側、そうそうそう、女側っていうのがあって。そう。その、まあ、説明、読んでない方に説明すると、暗号はその戦争の、1945年の暮れに戦争と一人の女っていう、男側からの、要するにまあ自分側からの話を書くんですよ。で、これがめっちゃめちゃGHQ の検閲になって、ズタズタになって、それでその復讐戦として翌年に、続戦争と一人の女っていうので、全く同じ時勢を女の一人称で書いたんですよね。で、これはノン検閲でいくんですけど。なるほど。で、それ、あれじゃん、そういうさ、よく、最近ハリウッドでもあるじゃん、男側、女側みたいな。そういうふうにはぶれませんでした。やっぱり最初からもう、小平義雄出してるみたいなふうなことだったんですか。結構、だって男側、女側って、なかなか罠じゃないですか。これやりたいな、みたいなふうな。うん、それより、だけど、小平義雄っていうのも結構、映画になったりしてるけれども、うん、なんだろうな、割合猟奇殺人みたいなことで言われてるだけで、そのもうちょっと戦争とくっつけてないような気がしたんでね。だから、うん、あっちで覚えてきた、戦争で覚えてきたことを帰ってきて日本でやってしまったっていうことを強調できるかなと思ったのね。うん、だって若松さんも似たようなの撮ってない？撮ってますよ。日本暴行暗黒史異常者の地、あれですよね。うん、だから戦争が意外と薄いんじゃないかなと思って。戦争の被害者が加害者になるんだけどさ。ちょっとその僕が舞台挨拶で言ってるのは、それ暗号の原作だけど、女が言うじゃないですか、みんな燃えろって。で、みんな燃えたら、貧しいのも、止める者も貧しき者もみんな一緒くたになるって。で、これもそれこそ、十数年前に赤木何がしさんって若いやつが、気分はもう戦争なんだと。戦争があったら格差なくなるって言ったっていう。で、その時、ただその、みんな燃えちゃえばいいっていう、一人一人の死は描けないわけじゃないですか。で、その中で、そのシナリオの構成として、あのレイプの中で、あんなに人が死ぬってことは、苦しくて、自尊心に傷つけられて、何もかも失うことだみたいな、そういう意図は、やっぱ明らかにあったわけですか？みんな燃えちゃうっていうこと？みんな燃えちゃうって中で、そのみんな燃えちゃえっていう、あの理屈はわかるけど、その燃える先の一人一人のことはさ、実はいるわけじゃない。ではない。それは微妙ですね。微妙だ。だからそれはさ、火口の二人で富士山が噴火してっていう、じゃあその噴火の被害者っていうことを考えると、それは何もできなくなるみたいな。だって ある意味の、メタファーっていうかな。わかりますよ。その具体じゃないんで。だから、戦争と一人の女の人が燃えちゃえっていうのは自分をね、貧しくて自分を売った村、自分を売った親、自分を女郎に売った国、そういうものに対して燃えろっていうふうに言ってるんで、それをじゃあ、具体としてその燃える一人一人というふうに出したら。違う。だからあれさ、俺が言ってるのは、その燃える一人一人を、レイプで殺される女の子たちに、なんか、託したのが、本の構成上そうしてるんじゃないかなっていう。あれさ、一応僕はそうやって撮りましたよ、一応。それ、もう本当に時間なくなってきますけど、もし、今言って、この映画に限らず、新井さんの他の、加工の二人でもいいし、ダブルの悲劇でもいいし、なんか、本当にございませんか？すごいな、ここまで。上がりました。すみません、誰も言わないで、ニュースで言いました、村上です。
久しぶりです。すごいお友達たち。新井さん、あの村上さんってあの戦争と一人の女のスチールやってくれた、あれ村ちょっと声が聞こえにくいけど村上さんですよね。村上です。はい、そうです。で、はい、新井さんに一つ聞きたいんですけども、いつもあのこの映画のことに関して、井上さんを褒めたと聞いたことが全くないんですけども、ここをぶっぱ評価できるっていうような点一点をあえてお願いできますか。え、すごい危険なこと聞くな。え、これ村上さん言っとくけど、本当に、まあ、新井さんとその本当にあの決定的なこれで絶縁して、まあ、なんとなく仲が戻って、プライベートでもほぼ戦争と一人のこの映画の話してませんからね。タブーのように。恐ろしいこと聞くな。新井さん、褒めるとこはないですか、なんかこの映画に関して。ないです。うちの娘も仕出しで出てるのに、自分の、ね、奥さんだけ取ってね、うちの娘なんか分かりゃしないよ、本当にね。どういうものかね。うちの妻も分かんないから大丈夫です。あれ分かるよ。え、新井さん、ちなみにこれって一番最後に見たのいつですか。一番最後、だからそのチョンジュ映画祭ぐらいでも見たかな、映画って。だからと、うん、できた1年以内じゃないのですよね。まあ、見てないよ、ずっと。新井さん、今晩ね、見返したらちょっと褒めるとこ出るかもしれないですよ。そんなことはないですよ。いいね、でもね、ちゃあの、監督やるとスタッフはちゃんと味方に回ってくれてね。そんなこと、お前が調子に乗るんだよ。絶対の。新井さん、まあ見ててわかるけど、僕が監督やって調子に乗ったとこ見てたことないですよね。逆に謙虚になってますよね、どう考えても今。あ、そう。だからそれは成長してんじゃない。あ、そうか、うん。村上さん、成長してんじゃないっていうのが褒め言葉だと思います。はい、分かります。他はよろしいですか。他いらっしゃいますか。何でも結構です。はい、ありがとうございます。あ、すみません。すでにどこかで出てた話だったら申し訳ないんですけども、なんかカメラワークが全体的にすごい独特だなと感じたんですが、あ、聞こえますか？はい、ごめんなさい。カメラワークが独特だったって言ったんですか？はい、全体的に、はい、ちょっとカクカクしてたりとか、はい、何か音があったとかっていうのを。まあ、そこを新井さんが、すごくカメラが動くのがわからないってさっき言ってたんで言いにくいんですけど、多分、ウォン・カーワイの恋する惑星以降、ああいうふうにカメラが動くことによって多分、あ、まあ、正確に言うと、まあ、映画って基本的にこうやって引きの絵があって、こうカットバックっていうふうに撮っていくわけじゃないですか。で、多分、90年代の半ば以降、ウォン・カーワイが出た頃からそういうような撮り方じゃ今の空気を撮れないんじゃないかみたいなことを思い始めた作家たちがいたんですよね。で、カメラをなんかこうやってヒュッて寄ったり揺らしてみたりみたいな、その戦争映画みたいな割とカチッと撮らなきゃいけないとこで、そういうことで何かができないんじゃないかというふうには確かに思いました。うん、それが成功してるかどうかはともかく、それこそ低予算だからそういうことを逆手に取れないかなぐらいなことはちょっとだけ思いました。それはだけど新井さん気に入らないんですよね。成功してない、うん、まあ それは僕も映画芸術で斉藤久志さんが書いてるのを読んだけど、本来は人物のエモーショナルを揺らすのが演出なのに、エモーショナルが揺れずにカメラ揺らしてるって書いてないのを読みました。正しい。ただ新井さん言っておきますけど、ポンジュノは、この映画であのカメラワークが何か切り取れないものを切り取ってるみたいなことは言いましたよ。ポンジュノは、ポンジュノは何なんだよ。ポンジュノはパラサイトとか最低じゃないか。ポンジュノは神様か。ポンジュノの映画なんか認めません。いやいや、僕は。
ということで、回答なってますか？大丈夫ですか、今ので。はい、ありがとうございます。すいません、もう、はい、もう。いらっしゃいますでしょうか？大丈夫でしょうか？何でも結構ですが、よろしいですか？はい、はい、では、会場の方は大丈夫です。はい、わかりました。じゃあもうそろそろ45分ですし、遅くまで。新井さん、なんかありますか？なんか今日来てくれたお客さんに。いやいや、お客さんのなんかもうちょっと感想聞きたかったね。面白いとかつまんないとかね。あ、本当？じゃあ聞いてみます？初めて見た人なんでしょ？あ、そう、わかんないね。ちなみに戦争と一人の初めてご覧になった方、手を挙げていただけますか？みんなだ。皆さん、村上さん以外。村上さん以外。あ、じゃあちょっと一言、面白かった、つまんなかった。じゃあ、まず僕たち一番肩からかまん下げたその白のシャツの方からいきましょうか。一言ずつで。質問の方聞いていいですか？質問でもいいです。はい、全然予備知識なくて見させていただいたんですけども、まあ今から見るとというかと、これ8年ほど前ですよね。映画制作された時。はいはい。8年前ですけども、この出演されてるキャストというか方の顔ぶれを見ると、先ほど予算が1200万とかとおっしゃってて、なんかこれで撮れたんだろうかなっていうか、すごく今だったらもっとお金がかかりそうなキャストだなと思ったんですけど、それはうまくいったんですね。どうでしょうか？ですね、これ今だともっとというか、あの当時だって、あのキャストでこの予算でやったのは、本当はもうこのありえない反則なんですよ。ただ、やっぱりあの当時の方が、デジタルが出始めでもうちょっと制作本数少なかったんですね。で、多分作られてる映画にみんなどこか不満持ってたと思うんですよ。で、例えば永瀬さんなんてこの新井さんの本を読んでキュッとお尻がなんか締まった感じがした、もう絶対やらなきゃいけないと思ったっておっしゃって、だからそういう本となんかこんなものを1200万で作るバカなやつがいるからそれに乗っかってやれってことで、もうこれは普通でやったら正規のお金なんて誰にも払ってないんで、これもいつも言ってますけど、これ僕たち映画作ってるからいいんで、車とか服作ってたら完全ブラック企業なんで、そういう風に作られてるってことです。スタッフたちも本当に申し訳ないぐらいのっていうこと。だから本来そういう映画作りはやっちゃいけないと言いながら、僕も新井さんも若松プロ育ちだからやっちゃいますけど、ということです。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、映画どうでした、ちなみに？なんとも言えないな。まあそうですね、案とかそちらの方も全然予備知識とか全然なくて、まあどうなのかな、あの時代のこういうものをこういうふうに撮るというか、まあ、先ほど世界の片隅というか、ああいうのとは対極にあるな、撮り方をされてるなという感じはしましたけど。はい。なるほど。はい。じゃあ お隣の方、すいませんが。もう一言でも。もしかしたら、なかなか感想をすぐに出てこないんですけれども、ちなみにじゃあ今日なんでこの映画見ようと思われたんですか、今日？そうですね、いろいろな映画見たいなと思ってるので、その中で見ておこうかなと思って来たんですけれども。すいません、ちょっと。わかりました、はい。皆さん、全然何も出てこないです。ごめんなさい。新井さん、もうこういう感じです。
や、そう、そう、もう喋る必要ないの、うん、い、小坂さん、どんな感じ、まだ、まだいます、よろしければ、一言だけいただいてよろしいですか。あ、誰か。面白いとかっていうことは使ってはいけないから見てみようと思います。うん。いえ。ごめんなさい。ありがとうございます。はい。あの、ちょっともう一方。こちら。すみません。まあ、普通戦争映画っていうと、こう軍事的なもっと映画濃い、あの映画が多いと思うんですけど、こう視点の違った、また、こう、なんですかね、日本、まあ、戦争の、まあ、軍事的なこうことではなくて、こう裏の日本社会といいますか、まあ生活ですね。あのそれをこう映し出している側面が強いので、まあ、僕としてはまたこう違った側面の映画が見れてよかったかなっていうのはあります。はい、だから今日あの見れてよかったと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あ、もう一つ質問なんですけども、はい、あの、ご主人さん、寺脇健さんって、あの、お二人から見たらどういう方ですか、はい、あの、以前ですね、あの前川喜平さんっていう、はい、はい、同じ文部官僚の方、まあはい、トークショーでちょっとおっしゃっておられたのは、寺脇健さん結構あのきつい方やっておっしゃってたんで、ね、お二人から見て、はい、寺脇健さんってどういう方なんでしょうか。新井さん、寺脇健さんはどういう方ですかって。どういう方でしょうね。なんか、やっぱりどう、いいやつですけどね、どう、やっぱり、あの、官僚っていうか、なんかの折に出てきますね。なんか威張りたがるという、やっぱりあの、官僚生活が長いから。役人はろくなもんじゃないですよ。今、テレビでもやってるけれども。経産省も、文科省も、どこでも同じ。ただ、前川喜平と寺脇のコンビはなかなかいいんじゃないの最近は。うん。いろんなところで喋りまくって。うん、だけどこれ、まあ、寺脇さんが作った3本の中ではこれが一番成功してますよね。いや、この一番新しいの一番入ってるんじゃないの。いや、まあまあ入ってるって言えばね。ただね、うん、やっぱりコロナとダブってるから、うん、入ってるっつってもやっぱりかわい、それはかわいそう、あの返してるお客さんもいたんで、舞台挨拶の時とかは、うん、いや、ショックなことがあってね、なんか俺の最初の彼女っていうかさ、高校時のね、うん、その人が寺脇の見に行ったんだよ、うんうん、で、いいと、うん、で、なんかその後俺の見に行ったらしいんだよ、うん、全然ダメ、何も残んないと衝撃を受けたね、みんなねすげえ、こんなに映画が分かんない人だったのかって。テーマで見ればね、分かりやすいよね、寺脇の映画はね、うん。まあね、今度のやつはね。だけど、映画的に言えばひどいなっていうふうに俺なんか思うけどね。うん、あれ、どうして3作目にしてやっと自分のそのホームグラウンドの教育問題やったんですかね、今も。そうね、エロでもなんでもない路線をね。うん、初めて。うん。まあ、監督に合わせたんじゃないの？なるほど。住田に。うん。僕はですね、これ、その戦争と一人の時に、新井さんと、まあ、喧嘩というか、絶縁した時に、新井さん側に完全についた寺脇さんとも、絶縁してて、新井さんとは戻っても、寺脇さんとは戻ってないんで、あんまり、コメントは避けます。うん、ただ、まあ、その最初にね、10年前に寺脇さん、多分俺のことそんな好きじゃないだろうと思ってたのに、
新井さんがその井上が監督やりたいって言った時に OK って言ってくれて、まあ、曲がりなりにもその1年半ぐらいは準備から始まってずっとやってて、それはそれで、いいところもいっぱいありますよ。じゃなければその官僚つったってあそこまではいけなかっただろうし、うん、ただその新井さんの言うところの悪い面と喧嘩しちゃったなっていう気はしてます。以上、寺脇さんのこと話してトーク終わりかよみたいな。まあ小坂さん、そんな感じです。新井さん、なんか最後にありますか？え、今後の予定とか、なんか、え、となんか今のなんか思ってること、まあ、思ってることって何だそれ。シナリオ書かなきゃいけないのに、井上にこうやって引っ張り出されるから、もう、ちょっと。新井さん、これ、何久しく書、久しく書いてないんで、調子出ないんで。シナリオ、うん、新井さん、1週間に1回ぐらいこういうトークありますからね。しかも、だんだん重くなりますからね、人の映画だったり。なんかあ、ちなみに、次のトークは、ですね。まあ、新井さんとは、ちょっとこれ、お客さん知ってるかどうか分かりませんけど、まあ、再開したミニシアターに何かできないかって、新井さんと森達也さんと白石和也さんと僕で、ミニシアター押しかけトーク隊っていうのを作ったんですよ。作ったって僕が作ろうっつって言ったの。で、その4人で、それぞれ分散してはやってますけど、4人初めてやるのは、今週の日曜日、上田映劇でやる、愛新聞記者ドキュメントです。で、これは、その今ご存知のようにミニシアターってこの開催対策で前後左右座れないじゃないですか。で、その座れない席分をネットで販売しよう。で、トークだけ500円で販売しようっていう今試みをやってて、上田映劇がそれが第一弾になるんで、今日もし僕と新井さんのトークを聞いてですね、何かあれだったら、上田映劇、普通の上に田んぼの田の映画の劇ですが、上田映劇のホームページ見ていただくと、日曜日の、トーク500円で販売してるんで、そこに森達也さんと白石和也加わって、新聞記者というか、多分今のマスコミの問題だったり同調圧力の問題だったり語ることになるんで、ぜひ見てください。それからですね、27日にこれはですね、ロフトっていうライブハウスが全国に12ぐらいあるんですけど、これミニシアターよりもライブハウスの方が深刻なんです。で、そのライブハウスで、音楽のライブは当分できない。で、トークライブならできるけれど、その客を入れるっていうのがなかなか、その最初に誰がやるかが問題になってて、じゃあ俺たちだったらいいよっていうんで、僕たちがその6月27日に、東京のライブハウスで初めてお客さん入れてトークをするんで、これも有料配信されるはずです。もしよかったら聞いてください。と、今止められるか俺たちをという僕が脚本書いて、若き日の新井春彦が出てくる映画がある、上の7ゲーでやってんで、そちらも見てください。新井さん、止められるか俺たちについても何か、じゃあ一言だけ言ってください。もうあれもなんか残念な映画だね。ということです。じゃあ新井さん、今日はありがとうございました。お客さんにお後がよろしいよ。どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。本当にこれからの新井さんや僕の映画なんか見たら見てください。